ありがとうございます。デイツー、昨日社長はノルドン行ってお金尽きたみたいなんで、今、両替やってます。二日目朝からソミョンにやってきました。ソミョンのロッテホテルの前にあるパンダエクスチェンジっていうパンダコーヒーで、今両替してます。いや、コーヒーやん。パンダチェンジ。パンダチェンジ。レート良かったっすか？あ、レート良かった。プラス700円、レートが良かったみたいです。空港よりいいです。空港よりです。ちなみに横がロッテホテル。その横です。手軸っぽく買いに行きましょう。朝から重いよ。朝から重い。イーサックトースト食うのを我慢して手軸っぱ食います今から。あれも食べる。え、あれも食べる。今日の、まあ、デイ2の予定としては手軸っぱ食って、その後にソミョンにあるあるんですよ、カフェ街みたいなコーヒーストリート的なあるんで、ちょっとそれもね皆さんにお見せしようかなと。インスタ映えスポットっすわ。夜結構にぎわ、夜このねロッテホテルの前のこの屋台にぎわってんすよね。酔っ払いで溢れてるんですよここら辺。昼間はちょっとあれやな、昼間はおとなしいっていうか、ほんまにねプサン電車乗ってて思ったんですけど、高齢者多いっすね。若い子が少ない。高齢化がだいぶ進んでる。日本に負けんぐらい高齢化進んでますね韓国も。あれあれいきなりありますね。オリジナルっぽいっすね。スポーツウェア古着。古着っぽくない？アンプしちゃう。ますね。あ、古着じゃないわ。このナイキのキャップとか普通のやつ、アンブッシュのキャップある。これかわいいな。これがソミョンにあるモナコさん。モナコさんね、1983年の。これ全然ありや、全然ある。チェックのあったかそう。しかもこれはパンツね、 MSGM のジャージ、パーメンジャースもあるっすよ。あ、でもここもあれっすね。これベトモンちゃんちゃう。スニーカーとかはあんま置いてないっすね。こちらはめちゃロータスさん、ロータスさんです。食べ歩き南京町、おクッパ通りです。こちらです。ここあこあこあこ、ここらへん、うまそうやね。うまいよ。で僕毎回今度ここ蒲田市場、僕毎回ここで食ってるっすね。これ700円です。外国人かゆって書いてる。え？日本人お断り説出るんちゃん、これもしかして。来たよ、手軸っぱ来たよ。あ、うまそうやな。このね、僕ニンニクがついてるのがすっごい好きなんですよ。でもちろんご飯付き。いや、食ってください。いや、これご飯入れる。いや、入れないです、入れないです。いや、ええだし、だし、いや、うまいでしょ。それ入れて、入れてキムチも、キムチももう入れて混ぜたら、ほら多分下から出てくるはず。出てこんか。この豚肉がポロポロなんて、もうええー、だし出てるわ、ほんまに。もうほんまこれ食うにだけプサン来る価値あるぐらいうまい。マジで夜遊び帰りでこれ来る子多いんですよ。大阪でいう締めのラーメンが韓国では締めのクッパっていう。